街路樹のある道路シャンゼリゼ通り以上の街路樹ケヤキの街路樹プラタナスの街路樹街路樹とは街路に沿って植えられた樹木のこと街路樹は主に高木のことを指すが低木地域植物も含む日本語には並んで立っている木々を指す並木という表現があり街路樹の多くは市街地の道路に沿って複数並んで立っていることが多いのでそうした街路樹群を 市街並木と呼ぶこともある。都市の美観の向上や道路環境の保全、歩行者等に日陰を提供することなどが目的である。一般に歩道の車道よりは中央分離帯に植えられる。街路には多くの制約があり、必ずしも等間隔で木が並んでいるわけではない。道の左右において非対称であることも多く、道の片側にしかない場合もある。古くは、 今から3000年ほど前に、インドのカルカッタからアフガニスタンまでを結ぶ、グランドトランクロードに、街路樹が設けられたという。街路樹の法的な位置づけは国ごとに異なる。グランドトランクロードの街路樹幕末における、東海道の松並木世界で最も古い街路樹は、約3000年前に、ヒマラヤ山麓に作られた、街路、グランドトランクロードに、列色された樹木とされる。 グランドトランクロードはインドのカルカッタからアフガニスタイ国境につながる幹線街路で一部に石が敷かれ道の左右と中央に樹木が列色された。また中国でも約2500年前の集大にはすでに壮大な街路樹や並木が作られていた。日本では神宮皇后が豊浦浦へ行,行行、駅路を定めた際にクスぬきを植えて作られた並木が 初の街路樹とされるが、正確な時期や場所は特定されていない。6世紀後半の美達天皇の治世に、南馬の市に、桑の並木を作ったとされ、8世紀半ばの聖武、天皇の治世には、平城京に立花と柳の並木が作られた。また、光明皇后は貧しい人が植えないよう、当時に桃と梨の木を植えて、並木道にしたと言われる。さらに、 754年に記帳した、剣道士の総、府省は、党の諸制度とともに、並木、街路樹の状況も創造した。府省の創造には、道路は百姓が絶えず行き来しているから、木があればその傍らで休息することができ、夏は暑さを避け、植えれば、果樹の実を取って食べることができると記された。これを受けて、759年。 大乗寒布で、機内七道諸国駅路の両辺に果樹となる並木、街路樹の植栽を決めた。これが日本における行政主導の街路樹の始めである。8世紀後半の桓武天皇の地世には、平安系に柳と園樹が約17メートル間隔に植えられ、地方にも果樹の並木が植栽された。鎌倉時代には桜、梅、杉、 柳の並木が植えられた。戦国時代には、織田信長が、旅人の安全、快適な交通を確保するために、並木道を作ったと言われる。江戸時代には、五街道など道路網が整備され、松、杉、毛きなどが植えられた。街道には、並木が作られるとともに、一里ごとに一律化が作られ、距離の目印、休憩場所として利用されるようになった。また、 市街地の川沿いの道などには柳屋松が植えられた。約12,500本が減損する日光、杉並木はギネス世界記録に認定されている。欧米では1615年にアムステルダムが環状運河計画の中に建物、交通機関、樹木を定め、欧米発の公的に街路樹を計画した都市となった。パリでは1670年に城壁を壊して、 大通りを建設した際に、ミジバス鈴カケの木の街路樹が植えられた。アメリカ合衆国では、1700年からフィラデルフィアが街路樹の植樹を率先して行った。幕末の開国後には、1867年、横浜市の馬車道に柳戸松が植えられた。東京の都市緑化事業での街路樹は、1874年、銀座通りに桜と黒松が植えられたのが始まりである。 しかし、木の成長が悪く、1884年に、しだれ柳に植え替えられた。1906年に、長岡阿弥が、林学博士、白沢康美と、四者区、福場隼人に計画依頼し、街路樹の改良計画が急速に進展した。1907年、両者により、街路樹の改良計画が立てられる。十樹者が街路樹として、剪定、植栽され、 現在の街路樹の元となり、今まで継承される樹種の基本となった。鈴掛の木、イチョウ、ユリの木、青切り、土地の木、東海で、園樹、水木、利ネリコ、赤目菓子は東京、明治神宮外苑で、大正時代に植えられたイチョウ並木のように、建物と組み合わせた景観を計算されて、街路樹を整備する取り組みも行われた。街路は木にとって楽な環境ではない。 自動車の排気ガスを浴びることが障害の筆頭で植えられる土が狭く硬い場合にはそれも問題になるこれらには耐性が強い樹種と弱い樹種がある20世紀後半から各地で街路樹に夜間の電飾をかけるようになったがこれも木にとっては負担要素である成長すると交通信号機や道路標識の視認を確保するため枝を払う必要が出てくるがこれにも 体制の違いがある。さらに、気候の適性があり、木の寿命の長さも考慮の要素である。以上のように様々な要素が組み合わさるが、結果として、現代では落葉樹、紅葉樹が好まれている。街路樹の寿命は7年から13年とも言われている。公園や自生林よりも寿命が短い原因として、化学物質の多さ、栄養分、微生物、酸素、 水分の不足などが挙げられる。水分や養分を吸収するヒゲ根の多くが地下30センチ以内にあるため、それが痛むと枯れ始める。このため、街路樹に適している樹種は、水や酸素の少ない環境に適応しているものが多い。欧米で古くから街路樹となっているもみじス鈴カケの木、もみじバ風、沼杉、アメリカ花の木などは、本来は反乱源に生息しており、 酸素不足の状態に適応している。河川域で生息していた胃腸が街路樹に向いているのも同様の理由が考えられる。ただ、樹種選択のせいで直ちに失敗する例は少なく、大抵の木はある程度の負荷に耐えうる。また、いずれにせよ樹木とて不老不死ではない。そこで不利な種を厳しく排除することなく、様々な街路樹を認める考えがある。 21世紀初めには、その土地に昔から自生してきた樹種を優先しようという考えも登場している。また、口述のように街路樹には、効果と弊害が存在する。効果自体が裏返せば、弊害そのものであることもある。効果の大きい木ほど弊害が大きくなることもある。したがって、効果を大義名分に樹種を選択し植栽すると、後に大きな弊害をもたらし、 各種公共事業で批判されているように、公開以上の多大な弊害、税金の無駄遣い、維持費不足などの問題が発生する恐れがある。そのため、将来を見据え弊害を回避した選択、植栽を心がけることは、その木が効果を本当に発揮することにもつながる。東京都国立市の大学通りの桜並木街路地のある歩道と、 街路街路樹のある道路福岡県道24号街路樹の例街路樹には交通安全、集計効果、環境保全などの機能がある。街路樹の主な紅用を以下に挙げる。これら効果の中には国、地域などに特有のものや落葉樹で剥がない時期には効果が低減する場合がある。街路樹による二酸化炭素の吸収の検討は植栽及び維持。 管理によって排出される分を考慮しなければ意味がない。国土技術政策総合研究所の委託による資料によると受高3.5メートルの毛や木を50年間植えることにより消費される燃料と比較すると賞味での吸収が期待される。モータリゼーションの発達した都市の道路沿いという自然界の木とは全く異なる特殊な環境に 人為的に植えられた現代の街路樹は森林や公園などの木々とは異なり、それらの木々では起こりにくい、都市機能や生活環境に支障を起きたす様々な弊害を生み出している。街路樹を植えることにより景観を良くするつもりがかえって悪化してしまったり、道路郊外に苦しむ道路沿いに住む人々を助けるつもりがさらに痛めつけることになってしまったり、ただでさえ、 危険の多い道路に、さらに事故などの原因となりうる危険な木を植えることにより、ますます危険になってしまったりと、税金で苦痛や災いを作るような結果になってしまっていることが多々ある。日本では、将来のことをよく考えずに、行政など一部の人間の決定によって、半ば強制的に植えられた街路樹が市民の苦痛や災いの原因になっている事例など、 各地で様々な問題が生じているが、景観、緑化、環境などの名のもとの植栽意見により、街路樹は植栽され続けている。しかし、災害時などに街路樹は人命を奪う狂気となることもある。日本は台風や地震が多く、気候も異なるので、パリやニューヨークなどと同じように街路樹を植えると、より多くの弊害が発生してしまう恐れがある。そのため、 むやみやたら時を植えれば良いわけではなく、その土地の気候、地形、街並み、交通安全、住環境、防犯、災害時の危険性、弊害に直接さらされる道路沿いに住む、人々の生活、意見などを十分に考慮し、特定の住民に大きな不利益をもたらしたり、事故を誘発したりすることがないように、その土地に適した樹木を選び、 適度な感覚で適当な本数を適切な箇所に植栽することが望ましい。そして植えられた街路樹については管理を怠らず定期的な点検、選定、清掃などのメンテナンスをしっかりと行い、異常や危険などの問題が発見された際は素早く治療、移植、伐採除去などの適切な対応をとり、事前に事故などの被害を回避することが求められる。そのためには、 すべてのことを行政任せにせず、市民も日頃から身近な道路、街路樹に対して関心を持つことも大切である。そして、それらのことを達成するためには、街路樹が植栽されて数十年後大きく成長した際には、どのような弊害が発生するのかをあらかじめ想定し、よく理解しておくことが重要である。現代の日本では、 住宅などの開発が進んだ1960年代から1970年代に大量に植えられた街路樹が老齢となり管理する地方自治体などの財政負担増、枝の落下や倒木の被害などの問題が顕在化しつつある各自治体は樹木位を交えた点検、診断や植え替えなどを行っている樹勢が衰えて危険になった老木のほか 公共事業の障害になるとして、伐採内しは移植が検討される街路樹もある。ただ、ランドマークなどとして、地域住民や観光客に親しまれている大木群では反対運動が起きて、工事計画の方が変更される場合もある。想定される主な街路樹の弊害を以下に挙げる。これら弊害の中には、国、地域などに特有のものや、 落葉樹で葉がない時期には、弊害が低減するものもある。ツタ、ツルマサキ、ツルアジサイ、フジなど、ツル性植物を、電柱や街灯などに貼わせて、街路樹として利用する試みがある。街路樹の設置は、陶器の除雪作業の妨げとなる場合があり、あまり大きくならない樹種の鉢植えを、街路樹として利用する試みがある。並んで立っている樹木を、並木と呼ぶ。 市街地になくても、例えば田舎の野原に並んで立っている樹木も、並木である。ただし並んで立っていない樹木は一般に、市街並木とは呼ばれない。大地線、街路樹、街路樹の種類、香川の街路樹、国土交通省四国地方整備局香川河川、国道事務所、2016年1月24日閲覧、工事園第六版、森脇達夫、 今泉 H、街路樹、審判林業百科事典、第2番第5冊、P76 日本林業技術協会1984年、発行、竹部健一2015、P33、AB 竹部健一2015、P32、日光杉並木と保護活動日光東照宮、ホームページ、クレイン2014、P293、クレイン2014、 ピアニッシュも296から297街路樹、街路樹の管理、豊橋市都市計画部公園緑地下、2016年1月24日閲覧、ムーブの疑問、道路特定財源こんなところに使われていた、ムーブ、朝日放送、2016年1月24日閲覧、月間ニュースがわかる、街の緑、街路樹の混雑、 1. どんな木が多い毎日 .jp オリジナルの2013年5月2日時点におけるアーカイブ https コロンスラッシュスラッシュアーカイブ .is スラッシュ phqgl2010 年11月17日閲覧 abcdefgh 街路樹は必要ですか地方独立行政法人北海道立総合研究機構森林研究本部 林業試験場。2020年1月10日閲覧。ABCDEFGHIJKLMNOPQRS。街路樹などの道路の緑化は、どのような目的で行われているのですか道の相談室。国土交通省道路局。2016年1月24日閲覧。街路樹の植栽及び維持管理における、CO2 排出量推計に関する調査。 国土交通省国土技術政策総合研究所防災メンテナンス基盤研究センター緑化生態研究室2016年1月24日閲覧 ABCD 北国の緑情報局街路樹の話しない犠生産者の視点から見た街路樹の構材、剪定、一色例などハット ABCD 境市市市民の声 Q&A 街路樹のあり方について 交通安全、災害対策などを考慮した街路樹の選定、選定など、ハット ABCDEFGH、緑は欲しいが、落ち葉は嫌だ。難問解決。ご近所の底地から、NHK2004 年12月10日時点のオリジナルよりアーカイブ、2016年1月24日閲覧。行政が植えた街路樹が大きく成長したことによる弊害と、 その解決法の考察 ABC 街路樹、診断協会 ABC マイエコニュース、毎日新聞2008年6月25日、東京長官街路樹の事故にスポットを当てた、国際シンポジウムが、東京、大阪で開催、ハッシュタグ、街路樹にも高齢化問題、コスト増や倒木、首都圏自治体悩む、点検や植え替え急ぐ、 日本経済新聞長官2018年12月1日2018年12月5日、閲覧。一例として、東京都調布市による、調布駅前再開発の変更がある。地下駐輪場建設を断念、調布駅前市民反発で、市長表明、毎日新聞長官2018年11月27日2018年12月5日、閲覧。 竜巻に巻き込まれた映像を入手愛知と呼ばし NHK ニュース2017年8月7日台風が接近する中発生した風速65メートルにも達する竜巻で中央分離帯の樹木が根こそぎ倒れる大阪市発注の街路樹維持管理業務をめぐる不正入札事件で大阪市課長ら逮捕産経新聞2006年1月12日札幌市では 街路樹の予算は2000年には選定、管理に約7億9000万円が計上されたが、2008年は約6億6000万円になった。これに反比例して本数は5万本以上増えている。選定を年1回に減らして、経費を節約するしかなく、一度の選定で効果があるよう短く切らざるを得ない。 毎日新聞2008年10月5日、北海道長官絶景の並木道で何か全国から殺到。大人気スポットが無法地帯に特集ボイス、MBS 公式、冬のそなたに登場した並木道に似た薪の高原のメタセコイアの並木道に、車道の真ん中まで出て撮影する人が続出。ありがとうございます。